ますよ。うん。それでは、やっていきましょう。うん、どうぞ。この曲でいきます。質問1、進撃の巨人って、どんな作品？二人とも答えて。だって、すごい作品。怖い作品。質問2、エレンってどんなキャラ？カジ君答えて。イライラしてる。質問3、コニーってどんなキャラ？シモノさん答えて。バカ。うっさ。質問4、巨人ってどんなやつ？二人とも答えて。先に、でかい。なんか、襲ってくる。行きたいと思います。スタート！質問1、神谷さんにとって、進撃の巨人はどんな作品？まだわかんないっす。質問2、リヴァイの第一印象は？なんかかっこいい。質問3、実際にリヴァイを演じて第一印象はどう変化しましたか？なんか優しい。なんかがつく。質問4、リヴァイ以外で気になるキャラは？ペトラ。おお。質問5、巨人の印象は？怖い。どんどんシンプル。質問6、もし巨人になったら何をしたいですか？怖がらせたい。終了。こうね、親睦を持って。もう石川で。わかりました。よ、石川。あ、吉野さん。そう、いいよ、いいよ。それ無理無理してない。大丈夫、大丈夫。よ、かじさん。おー、よ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 、かじくん。はい。さあ、それではですね、三笠役の石川さんに、今度、進撃の巨人について、いろいろお話を伺っていきたいと思うんですが、僕らもね、一番最初の時、ラジオでやりました、一問一答形式。これ、瞬発力で答えていただく感じになるんで、瞬発力。結構ね、こう、普段から考えてないとくちゃっとなる感じはあるんですけども。もう一言でいいです、本当に。説明とかいらない。思ったインスピレーションで。わかりました。よし。ということで質問に答えていってください。はい。それでは、一問一答、スタート！壮大。質問1、進撃の巨人ってどんな作品？熱い。質問2、ミカサってどんなキャラ？エレン命。質問3、石川さんとミカサが似てるところは？残念な言語力。質問4、ミカサ以外で気になるキャラは？ハンジさん。質問5、巨人の印象は？いいね、いいね、いい顔するね。カメラマン、カメラマン。もしも巨人になったら何をしたい？高い高いしてあげたい。はい、ここ